センターも追わない。先制スリーラン。2エンド3から、まあ、真ん中ですよね。シュート回転で入りましたね。まあ一歩も動かないといった感じです。高く上がった、そのまま行くのか。満塁ホームランが2試合連発、優勝に大きく近づきました。飛びますね。いやもう当たれば確実にホームランになりますね。苦労が報われた一瞬でした。3年目落合監督。ここはどう抑えてくるか。桑原インサイドに行った、捉えた捉えた、場内まで行くかな。逆転のスリーラン。場外出ましたか、出ましたかね。もうちょっとインサイドを要求したようなところだったんですかね、まあ、打つの場合はね開きますからね、はい、あ場外ですね。ストライクいらないバッターですからね。真ん中ですね、はい、まあ、打ってくださいと言われるのはやっぱり高さ、ーコース。インサイドに飛び込んでいった。148キロ、地球は伸びるのか、伸びるのか、赤星は見送ったのか、入ってしまった。大きいぞ。金本が見上げた、入った。9回の表スコアボードに0以外の数字が入りました。まっすぐでした、はい、あのこれはね、あの、まあ、藤川の、ね、気持ちからしますと多分あそこはもうストレートだと思うんですね。もし行くんであればインサイドの方がね、外中